ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。クエストを達成しました。馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。いい感じですね。いい感じですね。馬体はいい感じですね。いい感じですね。いい感じですね。気合い十分ですね。いい感じですね。元気いっぱいですね。嬉しそうですね。いい感じですね。嬉しそうですね。いい仕上がりです。嬉しそうですね。今週はレースがあります。いい感じですね。いい感じですね。
ですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。3番人気か。ただいまより投票受付を開始します。ファーイーストで一番の歴史を持つワールドブリーダーズカップターフ、今年もまた新たな1ページが刻まれます。最強馬の称号をかけてワールドブリーダーズカップターフ、11番サンクラシーク、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。先行争いであります。大方の予想通り赤手ナンゴが先頭に立ちました。ダークエンディングが追いかけます。外を通って8番ウィズアンティシペーション、片野愛貴、4番ストラテジックチョイス、そして6番手にブリークダンスであります。レインドリームがその後ろ、それからドルニア、ちょっと離されまして6番エルグランセニョール、そのうち5番ジーフベアハート、これが一番人気の1番ストレートイデアルであります。その外にサンクラシーク、さあ前の方はどうなっているのか。先頭は依然として赤手ナンゴ、7番プロイバ対ダークエンディングであります。そしてその後ろからウィズアンティシペーション、さあ気合はどうなんだ。片野愛貴、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。グリークダンス、内から1頭4番ストラテジックチョイス、外を通りましてレインドリーム、ドルニア、差が開いてエルグランセニョール、そしてそのうちに5番ジーフェアハート、その外からは11番サンクラシーク、一番人気のストレートイデアル、岡部騎手、どのあたりで動くんでしょうか。流れるようにレースが進んでおります。これが先頭、2番赤手ナンゴ、前前での競馬ダークエンディングと安藤騎手、
さあ残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。旗のワイキキは3番手といったあたり、かわしたダークエンディング、先頭ダークエンディングが抜け出した。旗のワイキキ先頭に立った。ダークエンディングが2番手、さあ抜けました。旗のワイキキレインドリーム懸命に追う。先頭竹豊と旗のワイキキ、旗のワイキキ、旗のワイキキだ。1着旗のワイキキ、ワールドブリーダーズカップ初制覇、獲得賞金は4000枚突破。ファーイーストで一番の歴史を持つワールドブリーダーズカップターフ、今年もまた新たな1ページが刻まれます。最強馬の称号をかけてワールドブリーダーズカップターフ、11番サンクラシーク、ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。先行争いであります。大方の予想通り赤手マンゴが先頭に立ちました。ダークエンディングが追いかけます。外を通って8番ウィズアンティシペーション、肩のワイキキ、4番ストラテジックチョイス、そして6番手にブリークダンスであります。レインドリームがその後ろ、それからドルニア、ちょっと離されまして6番エルグランセニョール、そのうち5番ジーフェアハート、これが1番人気の1番ストレイトイデアルであります。その外にサンクラシーク。さあ前の方はどうなっているのか。先頭は依然として赤手南郷、7番プロイバ対ダークエンディングであります。そしてその後ろからウィズアンティシペーション。さあ気合はどうなんだ。肩のワイキキ、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。ブリークダンス、内から1頭4番ストラテジックチョイス、外を通りましてレインドリーム、ドルニア、差が開いてエルグランセニョール、そしてそのうちに5番ジーフェアハート、その外からは11番サンクラシーク、1番人気のストレイトイデアル、岡部騎手どのあたりで動くんでしょうか。流れるようにレースが進んでおります。これが先頭2番赤手南郷、前前での競馬ダークエンディングと安藤騎手。さあ残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。旗のワイキキは3番手といったあたり、かわしたダークエンディング、先頭ダークエンディングが抜け出した。旗のワイキキ先頭に立った。ダークエンディングが2番手、さあ抜けました。旗のワイキキレインドリーム懸命に追う。先頭竹豊と旗のワイキキ、旗のワイキキ、旗のワイキキだ。1着旗のワイキキ、ワールドブリーダーズカップ初制覇、獲得賞金は4000枚突破。何かご用でしょうか。